練習するよ。コムドットっぽく言いたいんだよ。ラビドット。いきます。玉ずれの音ずれ。タケノ。よしけ。タケ。タムジョ。チュンダロック。タツヤ。もうちょっとまとまりできるかな。言った後にコムドットでーすっていう。ラビドットです。はい、はい。炎上するとこまでが。いや、ね、いきます。タケ。よしけ。タケ。タムジョ。チュンダロック。タツヤ。ラビドットでーす。始まるって。食い気味でいって。ああ、だめだ、はい。もう最後で。はい、いきます。タケだ。よしけ。タケだ。まさかのだってさ、キツヤがボケるのも初めて。本気で揃えろよ。分かったか、お前ら。負けぞ。武田よしき武田武将慎太郎カツヤちゃい、ダメよ。最後忘れてる。タムドットって言っちゃった。タムドットボケるじゃないですか。タケドットタケドット言っちゃった。一番ダサいやつ。タケドットって言ってね。タケドットです。あ、いいじゃん。これ本当最後よ。武田よしき武田タム将慎太郎カツヤタケドットです。前回砂浜トーナメント戦、えげつない底辺感です。底辺 YouTuber 感が否めない。やばいよ、やばいっすね。やばいマジ。ラビラン合宿、やったー。いやー、始まりました。今日はフルメンバーですね、マジで。揃いましたね。誰お前。あ、誰お前。誰や。僕でーす。おかえり。神戸から飛行機で来ました。一番遠くから来て一番早く着くということでですね、実はこの撮影の前にタムジョー YouTube の方でヨシキとタケが16キロ頑張ってくれましたということで、皆さんぜひそちらの方もチェックしていただきたいんですけれども、まあ、せっかく鴨川の砂浜に来たぞということで、さっきも言いましたけど砂浜トーナメント対決。これはあれですか、負けたら土持って帰っていいんですか。ちゃんとした罰ゲームがある。あんとかよ。今回負けた人えげつない罵倒されます。あ、これ罵倒やだ。ちょっと待ってな、お前も誰だよ。10本人気。10本人気来たぞ。めっちゃわかりやすく言うと、ビャコさんの弟です。なるほど。ビャコさんの弟で達也の弟子でホラ吹きということで、今日ちょうど6人と、あと今日達也がね、あの病気から復帰してここまでもう早いで帰ってくるね。よかったよ。まあ達也今回審判。はい、審判。はい、厳正に。何分ぐらい待ってますか。あ、今8分33分。あー、まあ、まだ本編行ってないですけど。これからグッチョッパで分かれて優勝したら、なんと今日宿舎でめちゃくちゃ褒められます。こっちべあんな。まあと言うと思ったんだよ。てれれてれあれかのやつ。これすごい見て、本当にかっこよくない。それ欲しいわ。僕も持ってないんですよ。俺らの。俺らでしょ。ちなみに本当ユースケさん俺らのあるぞ。東洋大学って書いてある。それとも卒業できたんですよ。はい、ということで皆さん楽しみましょう。はーい。この後始まる時どんな感じ。あれでいこう。あれね。あれで。オッケーオッケー。せーの、ブルーゴーラン YouTube ダッシュで行こうぜ。グッジョッパミ。いや、マジ。あ、ミチョ多すぎる。いやー、余裕だわ。いやー、出てきた。僕も勝っちゃいます。ここだけじゃない、なんか見物なの。まあ正直シードのようなもんですね。軽くやっちゃいます。シードありがとうございます。正直言って話し相手にもなんないです。話し相手にもなんないです。公園のジジイか。俺が振り返った時にはもう前には誰もいないんです。スタートルールは2人で話し合って決めてください、はい、逆向き対決割り対決よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ということで1回戦タムジョー VS 慎太郎ということで、タムジョーは元箱根駅伝ランナー、そして慎太郎は元バスケ部ということで、ミャコさんの弟ですね。あそこにある GoPro を取りに行きます。1回戦始まります。ゴーゴーゴー。いけいけいけ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 。こいつフィジカルでやるよ。勝ちました。50m 何秒。7秒ぐらいです。あ、一緒だ。見ましたか、フィジカルアリナの。フィジカルアリナ。ウズモンは強いでしょ。カメラ勝ちです。僕関係ないです、関係ない。俺はね、ワールドカップ今見てるから。走るんじゃない、地面を這うように刻む。さあ、ということで B ブロック1回戦タケ VS ヨシキさんですね。今2人とも12月29日に行われるフルマラソン大会に向けて練習中です。その前哨戦で行われるこのビーチフラッグ対決、どちらが勝つのでしょうか。ゴー。
じゃあじゃあじゃあマジでもう弱すぎる。え、終わり終わり。戦う意味がないもん。逆にハンデもらってんのに。うん、YouTube 下手くそだったな。YouTube 下手くそだったな。まあでも本当にスピードの差がありすぎるから、20メートルとはいえ、なんか1メートルハンデか座りに、どっちもいいよ、何でもいいよ。ああ、じゃあ一歩かな。一歩しろ。一歩にしよう。一歩しろ。一歩でもう普通で行こう。日本がスペインに勝ったぞ。ルール1個あります。はい、フィジカルなしです。フィジカルなしですか。走力で勝ってください。ぶつかっちゃうぐらいがいいです。それは仕方ない。一もじゃんけんした方がいいかな。そうだね、一じゃんけん。 YouTube 慣れてない3人置くな。これがいいな。これ後ろ向いて、これビーチラックね。はい、ビーチラックバックで。これラビランチャンピオンだからな。今日家帰ったらめっちゃ褒められるから。ラビランチャンピオン褒められてる。相手なんなかったっすか。ついてない、ついてない。なんで雑魚決定戦にいるの。負けたら来年の抱負を。何は、日本海、日本湾、日本海を逆太平洋です。どう考えても太平洋に向かって抱負を言うんですね。そうでもこの、じゃあ誰かは確定なんですね。待って、これ1位しか決めれないから、うん、ビリ2人が言うんだ。だって1人しかフラッグ取れないもん。取った人は言わなくていいんですよ。そう、2人抱負っすか。2人抱負。2人抱負。俺とヨシキ負けたら田中さん TKD プロジェクトの。それプレッシャーかかります。ちょっと記憶だ。なんか勝たないとっていうプレッシャーかかります。怖い。勝ったぞー。口の中さまみれ。ザコ2人は抱負お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。OK、 いきます。では周平さん、お願いします。かわいい。使えるかどうか際どいよ。いや、使えないね。いつも通り使えない。俺の叫ぶ動画って大体使えないんですよ。じゃあよしく頼むわ。やばいよ。使えるやつお願いしますね。さすがに使えますよね。マジ使えないのやめろよ。任せろ。でも結構本当に達成したい目標あるんで、面白いのとかなしにちょっと真面目な目標いきます。ミキティーに。シュウさん、これはどうなります？いつも通り使います。